中古車販売大手のネクステージは、きのう、浜脇浩二代表取締役社長が辞任し、広田誠二会長が社長を兼任すると発表しました。中古車販売業界をめぐっては、ビッグモーターによる不正が発覚し、ネクステージも社内調査の結果、過去に保険への加入を条件に車の値引きを提案し販売していたことや、友人に依頼し、下取りした車に友人名義で保険契約を捏造していたことを公表していました。 ネクステージは再発防止に努めてきたとする一方で昨今の情勢を鑑みて対策が十分なものであったとは言えずより踏み込んだ対策が必要だとした上で不適切な事案をゼロにしなければならないと判断したとコメントしています。